国鉄多岐6700経過車は、かつて、日本国有鉄道に在籍した、私有貨車である。1958年8月26日に多400型より1両、多1400型より1両の専用種別変更が、汽車製造にて行われ、形式名は新形式である、多岐6700型に変更された。さらに、同年九月六日に多岐四百型より一両の、 専用種別変更が、汽車製造にて行われた。この時点で多機400型よりの改造車は、多機6700番台、多機1400型よりの改造車は、多機6750番台と、区分けされていた。その後1968年10月17日に、多機2800型より4両の専用種別変更が、汽車製造にて行われ、 本形式に編入され蒸気の番台区分が複雑になった。本形式の他に塩酸を専用種別とする形式は多1750系、多1850系、多3200系、ダム5000形、ダム5100形、ダム9400形、ダム25000形、多岐5000形、多岐5050系、多期12500系の十形式があった。所有者は、 当は合成化学の一社のみであり落成時の常備駅は伏木駅、坂出港駅、昭和町駅である。1979年10月より化成品分類番号新82が表記された。タンク体材質は一般構造用圧縁鋼材製であり、このため内部に腐食防止のためのゴムライニング処理が施されている。タンク体には、と表記された。二役方式は、 タンク上部のマンホールからの上入れ、都質感を用いた下出し方式である。車体色は黒色、寸法関係は、全長は 1300mm、全幅は 2478mm、全高は 3710mm、台車中心間距離は 6400mm、事業席は二点二立方メートル、時長は八点二トン、換算量数は、積車点零。 空車1.6であり、台車はベッテンドルフ式の TR41C、TR41D であった。1984年1月31日に最後まで在籍した一両が廃車となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。